ペルソナ、ピカレスクなどの著作で有名な作家で、元東京都知事、日本文明研究所所長、猪瀬直樹様によりますトークショーを行っていきたいと思います。では、ゆきさん、そして猪瀬さん、はい、坂井さん、お願いいたします。でも通過したね。やっぱそういう経験もまたさ、
そういう経験がない、うん、でも山が高いとやっぱり谷が深いというかね、平凡な人はフラットに行くから、どっちがいいんでしょうね。僕はどっちでもいいと思う。美味しいワイン、飲んでて、ちょっとそれを飲んだような、ちょっと。あ、このワインは美味しいね。これはね、あの、獺祭さん、今日獺祭皆さん飲んでらっしゃって、本当に獺祭さんに感謝してるんですけど、これはね、あの、ミルジムさんが、あの、新しいワイン、私のやつを作ってくれて、エチケットをやってくれて、デイリーに行ってくれて、素敵なワインで、新しいワインで、これから、あの、あと秋に2本、また、新しいワインが出るので、皆さん、ぜひ、これも楽しんでいただければ。ありがとうございます。これで毎日見てもと、乾杯してる。白と赤か。話が良すぎる。僕赤です。もう、この辺で美味しいね。この辺でやるよ。まあ、だけどね、今日は本当にね、皆さん来ていただいて、おいつもと会ってから、実はこうやって公の場で喋るってことはなかった。あ、そうなの。ちょっとね、サンデーチャンプに一緒に出たけど。まあそういうことで、実はうちの亡くなった奥さんと生き物が誕生日と血液型が一緒なんで、女の運命っていうのがあるんですよ、うん、ね、それとやっぱり生き物が僕の本をほとんど読んでて、そういうことで巡り合ったので、やっぱりそれは何か新曲のテーマじゃないけど、愛に導かれてと、あえて言うと、もう猪瀬さんが青春してるよ。素晴らしい。でも、酒井さんだって僕だって、まだまだ好奇心が少年であれば、そうですね。それは、やっぱり、一番の生きる意味でしょう。そうですね。少年の好奇心がなければ、うん、愛もまだない。諦めておりますさて、最後に、一言、